ナショナルチームに入ることが決まって、それで北海道を拠点に練習することになりました。まだまだ体全体のパワーアップとか技術面で、まあ、せっかくナショナルチームに入ったので教わることもたくさんあると思いますし、まあ、日本でまず活躍して経験を積んで、今の目標は4年後の北京オリンピックでメダルを取ることです。優勝を狙います。高校2年生の時に初めてジュニアのアンダー19のワールドカップに選ばれて、それで準優勝できたことがきっかけですね。まあ、差としては 0.5 秒だったんですけど、すごい遠く感じました。まあ、悔しいっていう部分もあったんですけど、手応えをすごい感じていました。世界の表彰台に乗れたっていう、まあ、ワクワク感と、これからももっと成長していきたいっていう、そうですね、手応えを感じました。大学入ってすぐはやっぱ結果が出なくて悩んだ時期はありました。うまく重心を移動できないというか、まあ、自分の力を全部伝えれないっていうのは、なんでこんなところでつまずいてんだろうなっていう苛立ちはずっとありました。はい、いやまあ本当に早くなりたいっていう気持ちがずっとあったので、まあ、動作解析とか自分のトレーニングは本当欠かさずやっていました。氷に力を伝えて、まあ、推進力を得て滑る競技なんですけど、やっぱ一人一人氷のに力を伝える方が違うので、やっぱそれを追求していくのが面白いなと思うのでスケートを続けています。100m の速い選手は何人もいるんですけども、トータルとしてやはり後半失速する選手が多い中、山田の場合は後半もしっかり滑れる選手なので、そういうところが彼の持ち味ですね。非常に滑りが滑らかというんですか、綺麗な滑りで、大きな体なんですけども、非常にしなやかさを持っているというような滑りですね。スケートはもう人生ですね。もうスケートをここまでやって、もうオリンピックっていう最終目標があるんで、それを達成するまではもうスケートの全部スケート中心に生活が回ってるので、そういう人生みたいな感じだと思います。かけがえのない時、経験、大学生活にはそれが満ちている。4年間自らの全てをかける若きアスリートたち、彼らは何を思い、何を求めて戦いのフィールドに立つのか。スポーツに情熱を傾けるそれぞれの青春ストーリー、行くぞ。大学ヨット部、創部昭和12年、インカレ総合優勝11回、昨年の全日本学生女子では総合スナイプで優勝。その勢いはチーム全体の士気を高める。数多くの優秀な選手を輩出している日本大学ヨット部、3年生の高山大地はこれまで世界の海で戦い結果を残し、
ナショナルチームのホープとして期待されている。オリンピックに出てで金メダルを取るっていうのが僕の目標で、だからもしかしたら俺としんちゃんくれ挟んでと林涼也に似てたら、この強豪チームを引っ張るのは主将村上義達。個人的なことは後回しにしてチームのことを第一にっていうふうには常に言ってて、まあチームワークが大事なんで、やっぱり笑顔が絶えないような明るいチームを作れるように普段から心がけて、まあみんなが仲良く活動できるような環境作りには気をつけてますね。今年は例年に比べたらかなり雰囲気もチームの実力もいいんじゃないかなっていうふうには、まあ自分たちでどうやれば勝つことができるかって、チームとしてだけじゃなく個人としてのレベルアップもすごい考えてできるので、まあすごいヨットに充実して集中できる環境が整っているかなと思います。学生同士でこうコミュニケーションをとって、まあ技術の話だとかヨットの話をしっかりとして、もう個人個人がまあ切磋琢磨し合ってレベルアップできるようなことを気をつけていきたいかなと思ってます。470級リーダーにして副主将赤木浩平。スナイプっていうのは結構対手に対して、相手と相手に対して自分たちはどうするかっていうのが結構大きく左右されるんですけど、470っていうのはもう一枚スピンネーカーっていう砲を張るので、さらにそれスナイプよりも早く、船を走らせることができるので、やっぱそういうところが魅力なんじゃないかなと。主将のサポートを主に行ってますね。主将一人に負担をかけさせないように、胃腸器を使ってはいます。基本的には470クラスの、統括を、行っていて、まあ、練習内容だったり、まあ、その時の、まあ、段取りだったりを、一応、任せられています。自然っていうのはやっぱり自分の思ったようにやっぱうまくいかなくて、風だったり波だったりをしっかりそれに合わせていくっていうのがすごく大事なことなので、そこが一番大変ですかね。今年の、スタンスとしては、まあ、下の下級生につないでいくっていう、下級生はできるだけ上級生と乗るというふうに、ペアを組んでます。船の上では基本的に上下関係はあんまり僕は気にしてないので、まあ、楽しく乗れれば、まあ、いいかなとは思っているので、あまり厳しくは、はい、下級生にはしてない。リーダーの赤木さんを目標にしています。4年生とはもう全然もう運転の差で差をつけられることがよくあるので、ついていくので精一杯っていう感じで。先輩に続け本田裕樹。厳しいっていうのが第一印象だったんですけど、その厳しさの中に楽しさだったりで、まあ、人間的に成長できる部分も結構いっぱいあったので、すごい今自分自身の中で充実した時間を過ごしています。全員で練習するので、一緒にみんなで走ったりスピード比べたり、まあ、コース練習したりタクティクスの練習したりっていうふうなことが海面では多くて、トレーニングでは、まあ、自分結構体幹が弱いので体幹のトレーニングとかを重点的にしたりしています。一緒に練習して、で一緒に生活して行動しているので、やっぱり団結力っていうのが一番の強さだと思います。陸での生活の中でその限られた時間でどれだけ効率よくできるかっていうのと、まあ、部全体が円滑に回るようにしっかり急いで行動できるように考えていけるので、人間的にも成長できているのかなって思います。はい、ご苦労さん。午前中風が強くて一応練習はできなかったんだけども、ローケースのトラブルが日本大学の時の合言葉です。きちんと学校に行って単位を取れている代は優勝してます。学校が第一。湘南の海を見つめて半世紀、監督渡辺誠一。自分自身で努力しなさいと、努力すれば必ずいい遅い生徒と、それから早く出てくる結果が出てくる生徒いますけれども、必ずその努力っていうのは報われるので、腐らず努力しなさいということを教えているので、武勲として努力する者天を制すという言葉を子どもたちに教えてます。関選手が今うちのコーチの関選手が銅メダルを取っているので、
それに向けてですね、何人か強化選手に入っておりますので、なんとかいい形で、東京オリンピックを迎えればいいなと。私の夢としては男女ともに日本大学ヨット部の卒業生が代表選手になってくれるということは、今夢として目標として持っております。ヨットレースはこの3つで順位が決まります。コーチ関和人、走ること、アテネオリンピック銅メダリスト。例えばなるべくですね、その具体的なことは言わないように、ヒントを与えて、あと考えさせて、でやってみてもらうっていうスタンスは重要視してます。セーリングの一番の特徴なんですが、自然を使うスポーツですので決まってることがほとんどない。そういったことで、こう自然を相手にするスポーツで状況が変わる中で自分のポテンシャルをどんどん出し続けなくちゃいけないっていう難しい競技なのかなというふうには思いますね。女子部員を引っ張るのは池田クレハ。責任感がすごい違いますね。今こうやって部活に入ってみると、一人一人の成績がクラブチーム全体に影響していったり、それが雰囲気につながっていったり、その雰囲気が勝つか負けるかっていうのにつながっていくので、一人一人の行動であったり順位がすごい重要だなっていうところが大きな差だと思います。池田は後輩林と組み、連勝街道を突き進む。できる範囲で自分のことは自分でやるというのは全体で共有していることです。目標を持って練習に取り組めば絶対上手になると思っているので、全員がそれをできるようになって、で全日本インカレでその力を出し切って優勝したいと考えております。で、そういったことで、お世話になった監督であったりコーチの方々にも、あと自分自身の親であったり、恩返し、そういったことで恩返しできたらいいなと思っております。池田が認めたニューリーダー、林佳奈。池田さんが一緒に女子レースに出てほしいっていうことだったので、それで出たら意外と来るっていうのも楽しくて、厳しい時はすごい厳しく言ってくれるんですけど、自分でも納得する部分があって、本当に本当にすごい先輩だなって思います。他のところと比べてしまうと全然過ごしやすい場所だし、海も近いので、例えば自主練するってなってもすぐに練習できたりとか、風が強い時に出廷するのがあんまり怖くなくなりました。スキッパーになってからは波に乗る楽しさとかも、またシングルの時よりも全然スピードが速いので、それの楽しさとかが分かるようになって楽しいです。湘南の風よ、湘南の海よ、勝利に向けチームを前に押し進めろ。自分自身の目標としては、やっぱりその部の中で貢献できるようなレギュラーになれるように、一昨年の経験を生かして全日本インカレ優勝を目指していきたいと思います。最終的に全日本インカレで優勝できたらいいと考えております。自分たちが一番最終的に目標にしているのは全日本インカレ総合優勝なんですけど、全日本個人選手権大会でも関東では一応優勝させていただいているので、優勝を目指して頑張っていこうとは思っています。全日本インカレ秋の関東インカレで優勝できるようにチームとして取り組んでいきたいと思います。全日本インカレ総合優勝するぞ。目標に向かってかけがえのない時を刻んでいくアスリートたち。汗と涙の向こう側には歓喜の瞬間が待っている。